板垣清子明治7年9月21日は、明治期の芸儀。板垣大輔の五歳芸者時代は昇進と呼ばれた。戸跡名は板垣清。板垣清子の母妃安政2年12月23日に生まれる。幼くして、奉公に出て、後新橋コンパル通りで評判の芸者となる。この頃の名は正真、昇進。絵蔵詞に描かれると、 飛ぶよう売れて、エソーシアをかなり儲けさせたという。昇進時代の写真も現存している。板垣大輔に大変期に入られ、明治5年1872年に引かされて、大角。当時は戸籍に、盆栽を記す欄があったため、正式に、板垣家の戸籍に入籍している。築地の板垣邸で暮らし、同年9月16日に女児を産むが、産後の日立ちが悪く間もなく、 病床につく。板垣はこの頃、政官論争に敗れて、旧都佐藩主、山内陽道の墓前に参り、自由民権論を主張して、天下の世論を作るまでは再び東京には出ないと、母親戦争の時に早招待で共に戦った旧都佐藩主の山地元春らと誓いを立てて、東京に家族を残して、高知へ帰っていた。ところが、清子が帰得となったため、 一人上京しようとしたが、山地元春に、我らの先日の誓いを、もう忘れたのかと詰め寄られ、あの制約は政府に近づかないという意味だ。家族に会うのに、何の支障があろうかと言い返し、ついに口論となって、山地元春と絶交してしまった。明治7年9月21日、薬石街、虚しく、清子は病死した。去年20。 普段気丈な板垣もこの時ばかりは落胆し、布団に潜って大泣きしたという逸話が伝わっている。板垣は清子のために立派な墓を建てた。この墓は東京品川の東海時代の高原院にあり、大助の墓等と共に昭和53年11月22日品川区の史跡に指定されている。ありがとうございます。